昨日の言ってたこと 20% ぐらいしか持ってないやみたいな。めちゃめちゃもったいないのって世のポテンシャルを飛躍させる、すべての人が輝く世界に変える。あと5分ぐらいで始まりますけど、だいぶお忙しいですね。そうですよ。前職の頃に正社員の部下が0人になったことがある。僕のゴールはそれを成し遂げて死んだ、それだけなので。おはようございます。おはようございます。よろしくします。よろしくお願いします。早速なんですけど、はいはい、お名前とお職業を。日株式会社の代表取締役 CEO の下保明澄と申します。社長の頭の中を DX するというブランディングとマーケティングの間のような仕様をやっております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここオフィスですか。ここオフィスです。はい、でかい熊です。縁起物がすごく好きなので。あ、そうなんですね。ここでなんかゆったりするみたいな。昼休みとか。僕ら眠たくなったら寝ていいっていう。夜中でも寝ていいってパフォーマンス悪くなるんで。あ、2階もあるんですか。そうなんですよ。ここがスルス。ここがメインの業務エリアで、下はミーティングするときここでやったらうるさいんで。大阪に本社なんですよ、実は。東京が営業所。そういうことですね。はい。おーい。ライブで繋がってるってことです。あ、そうです、そうです。YouTube の収録が入ってて、今これ撮ってます。これは何ですか？お菓子、水、コーヒー無料な数値。飲み放題、食べ放題で、結構水もお金いくから、水代とかコーヒー代浮かせるためと、頭使う仕事してるんで、糖分と塩分、コーンフレークがたまにあったり、朝食をコーンフレークでしのごうとするやつができたんでやったんですけど、いいような感じで。いいですね。僕の特防です。社長室。でかいモニターが。ケース地みんなめっちゃ楽なんで。すごいです、ね。横長いんでね、こんな感じになってます。ありがとうございます。はい、今からどこに？お客様に提案に行きます。今日さん、どういう今事業をやられてるんでしょうか？弊社はですね、社長の頭の中を DX するという事業をやってまして、洋服をコーディネートするように、企業をコーディネートするような事業をやってます。わかりやすく言うと、コーポレートサイトとか、採用サイトとかですね、はい、あとはまあ採用動画。あとはインタビュー記事ですね、導入事例とか採用コンテンツみたいなところに落とし込んで、はい、常にこの会社の魅力が最新の状態になっているようなご支援をするというような、そんな事業になってます。ちなみに会社としては具体的に動画を作るとか記事を作るとかっていう業務をしてるとかですか？あ、そうですね。あとはサイトを制作したりとか、大体この3つというようなイメージですかね、はい、なるほど。下保さんは普段はどういう業務をされることが多いんですか？代表取締役やっているものですね、まだまだ7年目のベンチャーなので営業っていうのが一番多いですかね。社員さんが営業っていうよりかは自分でもう営業しに行くみたいな。そうですね、僕が営業することが多いですね。最初のこの接点取るっていう、いろんな社長さんの交流会に出たりとかご紹介いただいたりとかですねとかなると、僕が出ないと急に降って降るわけにもいかないんで。会社でいうとこう強みっていうところはどこになるんですか？ディレクション能力と言わせていただいてもいいんじゃないかなと思ってる。ディレクションはい、デザインとか思いとかそういったところってすごい抽象的なんですよ。ただ大体僕ら聞くとですね、パッて思い浮かぶメンバーが多いんで、そういったところで抽象的なことを具体化勝手にしていってくれるいいパートナーみたいな、ディレクション能力が高いだろうなと、抽象的な物事を形にするっていう、そこが僕らの強みではないかなというふうには。どういう、こう悩みを持った会社さんがこう下保さんの会社にどういう相談をすればいいかとかってありますか？どうしていいか分かんないみたいな企業さんとかは、ぜひお声掛けいただいたらなと。逆にだから僕らで言うと、なんか大体こんなページ構成で作りたいんですよ、デザインもこうで、いくらですかって来られると、はい、僕らのバリュー全く出ないんですよね。まとまってない企業さんがやっぱご相談いただくと、僕らのバリューは出せるのかなというふうに思ってます。今日のご提案ではどういう提案をされるんですか？コーポレートサイトをいじってないお客さんで、はい、駐車場なかったら困るじゃないですか。困りますね。絶対困るじゃないですか。はい。世の中の人の生活みたいなところを支えてるっていうことだと僕は思ったんですよね。なんでその内容っていうのをしっかり出していきませんかと。もともと魅力ってなんかあるかなって言ってたんですけど、あり続けることが魅力なんじゃないですかっていうのを話をして、どうデザインとテキストでまとめに行くのかっていうのを今日はお話しさせていただこうかなと思って。めちゃめちゃ楽しみになります。早速行きましょう。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。目的背景としてはですね、ただの、まあ、駐車場の会社じゃなくて、今後こんなことを期待してるみたいな構成の多分インタビュー記事みたいなのを入れていくのが多分お客様の声。ありがとうございます。ありがとうございます。下保さんの印象とかってありますか？めちゃめちゃエネルギッシュでアイディアマンで素晴らしい方だなと思ってます。今日の提案とかはどうでしたか？今日の提案もすごい良かったですね。アイディアがそうだなんで、ポンポン浮かんでくるあれじゃない、すごく刺激をいただいて、ありがとうございます。はい、また続きよろしくします。こちらで失礼します。突撃するんですか？突撃ちょっとできたら面白いんでしようかなみたいな。
どなたに突撃するんですか？とある上場会社の、ね、社長なんですけど。連絡つきましたか？はい、連絡つきました。教えてください。今本当に突撃連絡して今 OK もらってるんで。同じビルです。おおすみません、急に突撃で。どうぞ、こちらから見ますか。失礼します。あ、イグレス株式会社山川恵子と申します。山川さんです。本日はどうぞよろしくお願いします。いやいやいや、お会いした時は高級ホテルのこういうアメニティとかを作られてるみたいなところだったんですけど、今はもうホテルやったり大なりすぎて、ちょっと僕もよく分かってないぐらい。今月もね、大阪で1個開業するんですよ。マジですか？何やるんですか？サービスアパートメント形式の長期滞在型外国人向けのホテル、はい、みたいなことをされてる、はい、山川さんから見てゲホーさんってどういった人ですか？ちょっとカッコつけてる。カッコつけてる。服もちょっとおかしい。これね、デザイナブルにね。こんな変わった服着てる人あんまいないので、いい意味で、いい意味でですかね。人をつなげようとしているところがいい。あ、結構やっぱ人に会いに行くみたいなのは大事にされてるんですか？そうですね、基本的にはもうリアルが好きですね。仕事って感じでそれをしないんですよ。誰々さんいる、会いたいって感じ、友達の家ここにあるみたいな、そこがちょっと変わってるとこかもしれない。今やってる授業は何で始められたんですか？はい、いいエピソードがありまして、僕毎日のようにオーナー経営者さん、だいたい月間で少なくとも20人多かったら40人ぐらいご飯に行くんですね。ここでなんか社長から事業のこととか、どこと取引があるとか、組織どうやって作っていってるかみたいな、組織論みたいな話をいろいろ聞いて、すごいなと、100人やったらすごいなって100人になるんですよ僕。次の日、コーポレートサイトとか採用サイトとか言ってたこと載ってないかなって見に行くんですけど、サイトを見た時の僕の感想が、昨日の言ってたこと 20% ぐらいしか載ってないやみたいな。なんで2時間ぐらいで話した内容が 20% しか載ってないんですよ。めちゃめちゃもったいないのって、次の日に僕おせっかいなんで、この前言ってた授業でこういうクライアントさんと取引あるとか、こういう課題をこうやって解決したって言ってたんですけど、導入事例のページなかったっすけど大丈夫っすか、入れた方がいいっすよとかっていうのを言ってたらですね、いや分かってんねん、でもな、ジムにやらせようと思ったら手足りてないねみたいな、よかったギフ君やってくれへん、お金払うしとかですね、いやでも皆さん分かってるでしょ、僕マーケティングの仕事してるんで、それ制作とかやんないんすよっていう話をしてたんですけども、あまりにも言われるから、ちょっと考えてみた、考えた時に、そういえば僕そのマーケティングやる上で企業のいいところとか実績がどうとかいうのをヒアリングして中に入れたんですね、記事の内容とか入れてたんですよ。そうなんです。結局やってるやんって思って、ってことはマーケティングを加速させるためには、こういう企業のいいところってまとめる、こうブランディングみたいなことって考えないと効果も出せねえな、そこから僕逃げてんなと思ってやり始めようと思って、実はこの前社長言ってくれたやつ始めたんですよっつったら、じゃあお願いっていうのがちょうど3年前ぐらいにやり始めて、ってそこの売り上げが伸びて、今すごい需要をいただいててやってきてるっていうのが、僕らが今やってる事業の立ち上げ経緯みたいなところですかね。うちのミッションビジョンは、まずミッションが世のポテンシャルを飛躍させる、ビジョンが全ての人が輝く世界に変えるっていうのがミッションビジョンですね。世のポテンシャルを飛躍させるっていうのはどういうことなのかというと、僕のこれも実体験なんですけど、実体験、前職で1年半で30万円しか売れなかった営業を受け持ったことがあったんですね。まあやばいわけですよ。だいぶやばいです、ね、だいぶやばいんですよ。売れる人だったら何億弱ぐらい売れるのが1年半っていう期間なんですけど、 B2B で言うと売れなくて、ちょっとやばいなっていうので、何とかしてくださいねって言われた。彼を呼んで何がうまくいってないかなって話を聞いたら、僕の教育の方法が悪かったってことに気づくんです。彼はですね、全部言ってあげないとできない。なるほどねと、もう今から僕の言ったことを身振り手振り全部一字一句覚えてくれと、でそのまま営業したら売れるようになるから、なぜかというと俺が売れてるからやってくれっていう話をしたら、半年で営業リーダーになったんですよ。すごいですね。ヘッドハンティングされて年収が3倍ぐらいかなになるっていうのが、だいぶじゃあ出世、多分当時で言うと僕より年下があったんですね。っていう子を見て、ちょっと教え方を変えただけで急成長することができたわけですよね、はい、ってことは、はい、世の中に僕できないやつなんて多分存在しないんだろうなと思ったんですよ。なるほど、これおもろいなと思って、はい、僕なんかそういうのを証明する会社作りたいなって作ったのが世のポテンシャルを飛躍させる。でビジョンっていうのは、最終的にじゃあ僕がこの会社、今50名までの会社を100社作ろうと思ってるんですけど、僕の影響を与えられる最大人数、1社あたり少なくなって2000人とか3000人の話じゃないですか、何の影響もねえじゃんって思って、どうやったらもっと何万とか何億みたいな規模でいけんのかなって考えた時に、法律作ったらいいんだと思って、
僕が今考えてるようなことを全部を網羅できる法律っていうのは僕の中で思い立ってないんですけど、例えば履歴書、キャバクラの方がすごい分かりやすいんで言うんですけど、キャバクラやってる方って履歴書に経歴を入れるとした時にキャバクラのこと書けないんですよ。飲食店勤務って書いちゃうんですよ、ね、見られ方的にっていう感じですかね。でもそこでナンバー入ってて何千万とかを売り上げてるとか、超ノルマ至上すぎなビジネスじゃないですか。僕は書けるの中にしたらいいと思ってて、そういうのをなくさないとこの労働人口が減ってってる中で日本でやっていけないと思っていて、そうですね、まあ、面接に行って面接で話を聞いたりとか結果出なかったらしゃあないと思うんですよ。それは努力しない人間が悪いとこと思うから、ただ経歴だけでそこを判断されるのが違うと思うんで、まずはそういう法律を作ったいと思ってるし、全ての人が輝く世界に変える、僕らが500億ぐらいの企業になったらある程度の発言力が出てくるわけで、それの同じ志を持つ議員さんとのネットワーク作るのもそうですし、自分たちがもっと余裕が出てくると社団法人を作ったりとかしながら、そういう同じような思いを持ってくれた企業さんを経済界側から集めていってお話をしに行くっていうのもそうですし、ってことをやっていくっていうのが我々のミッションでしょ。だいぶ端的にまとめました。これからはアジア経営者連合会っていう HIS の澤田さんとニトリのニトリさんとアイリス大山の大山さんが作られた会、そこの僕分科会の執行部をやっているので、その打ち合わせをさっちからやっていく感じですね。あと5分ぐらいで始まりますけど、だいぶお忙しいですね。そうですよ。今日はかなり余裕あります。あんな突撃訪問とかできないです。ちなみにだって今日お昼食べました？食べないです。で、僕朝プロテインしか飲まないので、プロテインとコーヒーと水だけです。おはようございます。お疲れ様でございます。ちょっととりあえず初回無料相談とかやってください。顔ぶれどうやっていくのが良いのかなと思うのと、このお話はどういうメンバーとお話をされるんですか？ワンワンなんで最近どうみたいな話とか、僕とメンバーが直接まとまった時間話すって今日もしかしたらほとんどないんですよ。最近プライベート何してんのみたいな話する時間なんですけど。倉本勇樹と申します。私は兼務してまして、部署コンテンツ制作部署のリーダーを担っていて、かつマーケティング部署ですね、主にインバウンドのマーケティングですね、になっております。レオさんはどういう印象を持ってますか？オンとオフがすごい明確で、社員との距離も近い代表だなと思ってます。今月結構大きめの大会控えてるので、ワンピースカードの結構進展なんですよ僕。優勝するとプロモーションカードみたいなのもらえるんですよ。限定、はい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 、それがバカ高くてガチに行くと、優勝したら誕生プレゼントくれるんですよ。いや、もちろんじゃないです。はい、失礼します。ワンワンは終わったということで、ワンワンました。次のお客さんとのミーティングが、これがほとんど僕のいつもずーっとバーって、この日とか分かりやすいですね。ここから10、11、ずーっとほら間ないんですよって思ってるみたいな。苦じゃないんですか？大丈夫です。大丈夫だぜ。すごい。皆さんお待ちました。お世話になります。あ、お世話になります。お願いします。じゃあありました、失礼します。お疲れ様でした。おい、どうでしたか？まあまあ今回はちょっと世代交代みたいな話を、はい、もうそろそろしないといけないねみたいなところとか、結構有意義な時間だったかなというふうに思ってます。人ならなくしたんで、メンバー喋りに行っていいですか？あ、ミーティングしてる風の人がいた。あ、か皆さんこう、塩対応なんですよ。そんなことないですよ。そんなことないですよ。外崎翔太と申します。今はセールスのリレーションというところにいて、具体的には既存のお客様の対応しながら、アップセルとかクロスセルとかを目標として追っている形になってます。ケホーさんの印象としては、面接でお会いした時から今までずっと変わらないのは、すごい、一言言ってしまう、陽キャみたいなところではあるんですけど、人を見捨てないみたいなところは、愛情深い方かなと。なるほど。うちの新卒です。小野桃香と申します。やってることは新規営業を担当しておりまして、印象はすごく愛のある方だなというのは思っていて、甘やかすんじゃなくってダメなところはダメってきちんと伝えてくださる方で、ちゃんと人を育ててくれる方だ。なるほど。彼は面白くて、21新卒でうちを受けて、僕の最終面接で落ちたんですよ。で、22に再チャレンジ受かるっていう、すごい成長をこの1年、その1年して受かった人です。それはなんで再チャレンジしようっていうふうに。物事の考え方とか、仕事の進め方みたいなところ、人間理解の深さみたいなところにすごい尊敬をしていて、自分もこういうふうな姿になりたいみたいな。部署はセールスで、はい、
今営業責任者をさせていただきます。社長がアポ取って、はい、で一緒に商談に入らせてもらって、はい、提案は一緒に入らせていただいて資料作ったりとかやらせていただいてみたいな感じ。最後に芸法さんへの印象。印象ですね。怖いですか？あのブチ切れたら怖いです。さすがに本当にあの今までこの4年間芸法さんを見てきてるんですけど、ブチ切れたのは2回ぐらいしか見たことないので切れる人ではないというか、優しい方、優しい方ですね。すごいずっと思うのは失敗しても見限らない人やなって。ああそうなんですね。大きなやらかしをしてしまった時とかでももちろん愛のあるフィードバックはいただけるんですけど、はい、まあ、それでなんかこいつ無理やなとか任せんとことかってなるわけではなくて、挑戦の機会をまた与えてくださったりとかっていうのは言葉でも行動ベースでもずっと感じるところなので。よいしょ、お疲れ様です。おいっす。気になることがあるんですけど、はいはいはい、採用サイトの方をブランディングみたいな形でされてるじゃないですか、はいはい、その採用サイトって力入れるべきなんですか？お金もその分かけるべきなんですか？いや、かけるべきですよね。オフィスより先に見られるのってなんだっけっていうと、はい、コーポレートサイトのはずなんですよ。名刺交換したら社名で絶対検索すると思うんですよ。社名を見てコーポレートサイト見て良さそうだね、一回話さ聞かせてもらえませんか、いいですよ、あ、じゃあオフィスに伺いますじゃないですか。なのにコーポレートサイトに金かけないですね。なるほど。絶対かけた方がいいじゃないですか。とある会社さんですけど、そこをちゃんと注力してやった結果、はい、そこから何億って上がった会社さんがあるんです、営業的な面でもね。特に採用サイト、あとは採用オンドメディアって2018年ぐらいからインディードさんがオンドメディアリクルーティングって、インディード一つ連れてきても情報載ってないとエントリーなんか増えねえよって言い始めて今推進されているやつなんですけど、あれとこすごい良くて、採用オンドメディアって入社経緯だけじゃなくて、はい、この企業の魅力って一体何なのって社員のさんの口から語ってもらったりとか、例えばね、産休育休制度書いてでも使えないって会社結構あるわけじゃないですか。福利厚生に産休育休制度ありとか、なんか有給が多いって書いてでも、有給が多くてどういうメリットがその人にあったの、どう嬉しかったのかが書いてないんですよ、はいはいはい、それを出したらその会社の魅力になるわけだ。ただ世の中にそこまでちゃんと載っけてる採用サイトとかっていうのはほとんどないです。それっていうのは会社が気づいてないってことですか？いや、気づいてないです。もう今って年収だけで動かないですよね。価値報酬とか意味報酬を欲しいっていうのが今のやっぱ若い方たちの動向なので、それを与えないと何のために働くのか、はい、僕はこの会社、私はこの会社に入って何ができるのかのすごく重要視してるわけですよね、うん、例えばミッションビジョン、経営理念とかあるからそのために働く、こう意味が必要な、なるほど。ただのこう一つの情報だけじゃなくて、はい、その情報でじゃあ自分がどういうこう働き方ができるかまで載ってると、そうですそうです、いいですよね。陽キャが多いのか陰キャが多いのか、はい、半々なのかとか知りたいじゃないですか。確かに年代どんぐらいなんとかどんなノリなんとか、確かに確かに、そうそう、なんか会社で全部違うわけですよ。それが募集要項だけど無理でしょって話。そうですね、確かに。そうだからそれを投資した方がいいわけですね。採用サイト1個作ったらこれずっと使えるわけじゃないですか。そうですね、3年ぐらい使えるわけじゃないですか。でアップデートもできるし、仕様も決まってないし、デザインもやりたい放題なわけだ。だからコーポレートサイトと採用サイトに関しては金をかけた方がいいっていう、ここケチってどうするの、土台なんですよ、三角形あるうちの土台ですよ。ここが固まって採用広告とかマーケティング活動とかで、ここに広報活動とか、もう全部この着地がない状態でここだけみんなやっちゃうんですよ。そこを飛ばしたら結局なんか無駄にお金を広告に使ってしまうみたいな。そう、水をザルですくってる理論にしてね、っていうのはもうね、常々思います。本当に、まあ別にうちに発注しなくてもいいからマジでやった方がいいと。なるほど。はい。名刺代わりの、コーポレートサイト採用サイトの時代は終わりましたか？令和は違いますっていうのを伝えたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これからどういう流れですか？今日は元うちの採用担当から採用動画の相談がというので、今から、はい、始めます。あ、お世話になっております。株式会社 KEC の谷本舞と申します。今はどういうことをされてるんですか？今は教育業界にいるので、そこで新卒採用のリーダーをしております。ちなみに芸法さんとはどういうご縁で？実は前職で道株式会社に働いていまして、採用担当とか秘書など候補などしておりました。そこのつながりで。芸法さんへの印象ってどういう人だなみたいな。本当にその人の何を求めてるのかとか、その人の課題っていうところを深く聞いてくれたりとか、人の強みだったり会社の強みっていうのをどん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 伸ばしていくスーパーの人です。じゃあ体にお気をつけて、はい、また連絡します。はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、今はどういう話をされてたんですか？今のはだから そうですね、採用向けの動画を作りたいと、 SNS 用ともうちょっとちゃんと作るのっていう話で、
はい、まあ、SNS は15秒でなんかちゃんと話すようは30秒ってきたかな、いや絶対無理みたいな、なんで15秒が無理なのかみたいな。小林さんって、まあ、教育×エンターテインメント ×IT エドテックっていう企業なんですけど、はい、15秒ってIT ×教育×エンターテインメントの KEC グループです。よろしく見てね。これ15秒なんで。何も分かんないみたいな。自己紹介で終わっちゃうみたいな。ちょっともったいないと思う。できんこともないけどね、みたいな。うーん。使えへんと思うよ、みたいな。それは昼飯ですか？なんか運動とかしてないんですか？座骨神経痛にちょっとなったんで、はい、サボってるんですけど、はい、筋トレは週1は絶対やりますね。それジムで？自重でいい。はい、マッチョになりたくないんで。休日とかって何されてるんですか？休日、まあ、仕事、アニメ見る、などなど。アニメもなんかマネジメントに使えるんですよね。はい、ワンピースのルフィが言ってたらと。ルフィが言ってたって言ったら、はい、確かにとかなるわけですよね。はい、アニメ漫画は結構いろんな学びをくれますね。どうなんですか？じゃあ休日はアニメ見たり筋トレしたり。そうですね。今からは、琉球アスティーダさんのアスティーダフェスのアフターパーティーに行きます。なるほど。いろんな経営者、200人かな。あ、そんなに。今日来られるんで。いらっしゃるんですね。いろんな方と交流したいと。思います。わかりました。人生の中で今までこう壁にぶち当たった経験って、挫折した経験ってありますか？どれから話しましょうかぐらい、5時間ぐらい話せた。前職の頃に正社員の部下がゼロ人になったことで。なんでですか、それは。いや、もう僕のマネジメント力のなさですね。あ、成長したいって言われたら、フルフルで成長してもらう方に振っちゃうんですよ。そこまで求められると辛いらしいんですよね。でも僕0、100しかできないんで、前職の時はそれが、まあ、よりきつかったので、新卒潰す系管理職みたいなので、正社員が0人になった時に、もうやばいじゃないですか。はい。全部自分なんで、生産作業。で、その瞬間から頼るようになったとか、もう頼るしかないですよね。アルバイトの人に頼るしかないですよ。ここまででいいんで。力貸してもらえませんかとか、はい、挫折した時からやったなっていう、もうほんまなんか挫折と言われるとそこかなとは思いますね。その挫折っていうのは今お仕事されてる中で生きてますか？まあ、当時のように人がすごい勢いで辞めるってことはないので、自分も柔らかになったんやろうなっていう、まあ、年のあれもあるかもしれないですけど、っていうのはなんか思ってますね。到着しましたね。ありがとうございます。はい、交流会って日々あると思うんですけど、はい、なんかどういうことをこう意識してるとかってありますか？まあでもなんか名刺交換した人とは一期一会なんで、お会いした方のことを好きになろうっていうのをめっちゃ意識してますね。へぇ、この密着めっちゃ嬉しい。自己紹介と、会社何をやってるかとか。あ、株式会社キリンジの、取締役務めてます高木と言います。 Z 世代向けのマーケティングだったりだとか、日本一のライバー育成会社として、今業績を伸ばしている会社でございます。よろしくお願いします。伸びてます。すげえ伸びてます。お願いします。今日ちょっといろんな方にこうゲホーさんの印象とかを聞いてるんですけど、どういった印象をお持ちでしょうか？まあ、とにかく、まあ、コミュニケーションお化けかなってありますね。そのことをよく考えて喋られてる方だなと。人に対して興味を非常に持っていただいて、ああ、そうですね。いい人脈をすごい広げていける方だと思うんで、これからも事業に生かして頑張ってほしいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。株式会社 MS デジタルの林と申します。会社の代表してます。事業としてはビジネスマッチングサービスでウェブサービスなので、交流会の主催とかも定期的にやっています。ゲホーさんはどういう印象をお持ちでしょうか？事業でマッチングサービスやってるので、人と会う機会も多いんですけど、はい、人との付き合い方であったりとか、人脈の築き方であったりとか、そこは非常に見習うべきところが多くて、なんか困ったことがあったら助けてくれますし、そういったところが非常に中長期的に関係性築いていきたいなって思います。やります。今回ご一緒にイベントをやろうということで、この間機会を賜りました。誰もが夢を諦めない社会を作る。じゃあ乾杯。始まります、はい。リゲングループの和田と申します。よろしくお願いします。はい、事業としては、CVC の事業ですとか営業支援を主にやっております。あとは IBS と、一緒に合弁で IBM という会社を作りまして、そちらの役員もやっております。琉球アスティーダの大貝でいます。日本で初めてスポーツチームで上場した卓球チームやっています。リゲンさんから出資を受けていただいたりとか、合弁会社の IBM にはうちから出資したりとかしてる。かなりズブズブな、何も出資できるんですか？それはまた別の別の成功で、そうそう、はい。
リョウさんの印象はとにかく明るくてふっかるな人だなと思いました。で同じ関西人ということもあって、はい、非常にノリがあって感じのいい人だなと思っております。リョウさんの魅力は一発会った時からオンライン越しでもあこの人のこと好きだなって思わせられる魅力がたっぷりな方です。これからもよろしくお願いします。あいいありがとうございます。いや、ほんまは素敵な人、プライベート感があるビジネス仲間としてやっていけるっていうのが僕の2人ですごい信頼してます。ありがとうございます。イエイお名前ちょっと教えてもらってもいいですか。はい、琉球アスティータスポーツクラブ株式会社の早川です。卓球のプロチームを運営させていただいておりまして B2C、はい、B2B のマーケティング会社をやらせていただいてます。ゲホーさんとはどういうご関係でいらっしゃいますか。はい、いつも大変お世話になっております。ブランディングその他を含めてさまざま我々の会員様を含めてお世話になっておりますので引き続きよろしくお願いします。ものすごく明るい方でですね、あと人間関係を構築するのも非常にこう上手で非常に尊敬します。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい持ち上げましたよ。株式会社ビジョンさんを申します。情報通信サービスっていう事業と、あとグローバル Wi-Fi 事業っていう、はい、あ、ゲホーさんとはどういうご関係でいらっしゃいますか。まあ、結構長いんですけど、アジア経営者連合会っていうところで一緒に学んでる仲間、一応僕は理事長。ゲホーさんはどういう印象ですか。バイタリティあるし、なんかスピード感あるし、はい、新しいことにチャレンジするっていうイメージがすごくあって、はい、失敗してるのかなと思いつつ、はい、ちゃんとうまくいらっしゃる。あそこはやっぱり、はい、じゃ早すぎるとねやっぱり失敗する可能性っていうのがあるけど、はい、でもそこをちゃんと自分のものにしてやれてるのはすごいなと。あなるほど、ありがとうございます。はい、お名前教えていただいてもよろしいですか。名前は、ウェルネスっていう会社の代表の中田です。まあ、予防医療のベンチャーやってまして、今のメインのプロダクトは、まあ、経営者とか役員層とかあと芸能人とか、まあ、忙しくて体後回しにしちゃう人たちのプライベートドクターとしてもついて、はい、社長が倒れるリスクを最小化するっていうビジネスやってまして、ゲホーさんの健康も見させていただいてます。あちなみにゲホーさんとはどういうおつながり。一番最初はでも多分うちのクライアントさんの経営者からご紹介いただいて、キャラクターも良くて採用をしていく中で、ね、採用のインタビュー記事彼らに作ってもらったりしてるんですよ。はい、はい、お互い頑張っていこうみたいな仲間みたいな感じですね。ゲホーさんはどういう人ですか。あれなんか熱い人だと思います。熱い人、すごい素直な人だと思いますね。なんか本当いいと思ったものはすごく本当いいって言って、はい、本当思ったことをちゃんと発信してるし、はい、めちゃめちゃ熱くていい。僕は好きです。オニクスをツイッターでバズりまくってるブラックです。そうですよね、はい、僕もあの知ってる存じ上げてます。あ水崎と言います。トゥモローゲットという会社を経営してます。企業のブランディング事業としてやってて、会社のデザインとか理念設計とかを支援してる会社です。ゲホーさんとはどういうご関係。でもね、PR してって言われましたけど、全然知らないですからね。あ、そうなんですね。イベントでちょこちょこお会いさせてもらったりとか、SNS でつながってたりとか。あ、でもなんか優しいですね。印象はとにかく優しい。あの全然悪い印象はないです。いつでも気さくに喋りかけてくれるし、で僕はこういう会があんまり得意じゃないんで。あ、そうなんですね。でもそれゲホーさんが話しかけてくれて、やっぱり入れるっていう、感じです。ミリゲートの吉川と申します。今19期目で200名ぐらいの会社でございまして、ベンチャーに特化した M&A 仲介と SEO 対策の支援をしております。やっぱりゲホーさんはとにかく人が好きで、お仕事が好きっていうよりは人が好きでいろんな周りの人を大切にされていて、経営者の人が大切にしてる思いとか価値観を引き出して、それをいい感じにクリエイティブに落とし込まれてるんじゃないかなって。コーポレートサイトを放置してる経営者の人はぜひミチさんに相談してもらえたらと思ってます。あざさん、株式会社ジョブアップの川名と申します。事業内容は、主に人材紹介だったりとか、あとは人材派遣とか SES とか、訪問介護とかですね、はい、HR に特化した事業をやってます。ゲホーさんとどういうご関係ですか。そうですね、ゲホー君とはアジア経営者連合でお会いして、はい、でそこで一緒に執行部やったりとか、いろんな会でですね一緒に会って飯食ったりとかする仲なんで、はい、ある意味本当に僕が尊敬するビジネスパーソンでもあり、仲良くしていただいている経営パートナーでもあり、プライベートでもビジネスでも一緒に仲良くなれるような人材だなと思ってまして、熱量があっていつも本当に応援してるので、うん、長い付き合いですね。これからも一緒にやっていきたいなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。ちょっと僕密着番組やってる、ちょっと YouTube するかもしれないです、さっきも出たけど採用のプロです。インドから今日は来てます。なんか回します？インド、そう回します。僕の
僕はインドに行きたいと思った人です。インドは結局来ないでしょ。1年以内絶対来たんです。あのインドで婚活アプリ僕覚えてる占いのやつ。共存の集約です。クライアントにはなってないけどクライアントになってくれる天才です。僕どんな会社で見てください。僕の会社は、はい、IT 企業です。 IT 企業、 IT 企業、 IT 企業。これ見せて。佐川さんです。これ受託開発やってるのと、あと会社もやってて、プラットフォームもやってます。瀬尾さんです。めちゃめちゃ儲かってる。めちゃくちゃ儲かってる。めちゃめちゃ儲かってる。ゲームさんも儲けてる。何こいつ知ってるか。経営者ネットワークすごい会社の執行役員の方です。松野さんです。お世話になってます。うちの顧問です。この会社の社会取締役です。Z 世代のマスリーとして活動するボート株式会社の代表です。よろしくお願いします。イエイ。ユークタッチの山本です。防災を広める事業をしてます。よろしくお願いします。イエイ。さ、関西の先輩経営者です。イエイ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 。栗山さんです。栗山です。おじいちゃんにすげえ気に入られるというあのすごいネットワークを持った会社経営者です。株式会社の栗山です。電車さんです。電車さん。電車さんです。ありがとうございます。佐々木さんと太田さんです。よろしくお願いします。リーパーの太田です。すごい会議をやってます。会議で会社を変える会社です。社長飯の佐々木です。チャンスで溢れる世界にします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ゲホーさんへの印象とかあればぜひ聞かせてください。ゲホーさんの印象関西弁きついな。そこそこか。どこに行ってもその色にちゃんと染まってちゃんと人の心をつかむマジックを持った人です。嬉しい嬉しいです。さすが F2 人たらしだなと思います。これでも経営者には必要なことなんです。いい意味でっていうことですよね、はいはい。ありがとうございます。素晴らしい発言をいただきました。はい、ということで本日は一日密着ありがとうございました。はい、頑張りました。いや本当にいろんな人に声かけていただいて、はい、で最後ちょっと会社のこう展望とか今後の目標とかご自身の目標でもいいし会社の目標もあれば教えてください。そうですね、僕の今後の展望っていうところでいくと今日お話したミッションビジョンなんですよね。全ての人が輝く世界に変えるとビジョンを達成するっていうのがもう僕のあれなんで、5億の会社を100社作る、5000人の50人までの会社を租税するということで厚生労働者さんと組んで法律を作る。もうこれ以外にないんですよ。これ以外やりたいことっていうのはもう僕はあの中でなくて、そのために自分がどういう身の振り方をするのか、僕のゴールはそれを成し遂げて死にたい、それだけなので、うん、それができれば僕がお金があるなしとかあんま関係なくて、はい、そういう世の中を作って死にたいっていうのが僕の今後の展望であり人生の終着点かなというふうに思っております。なるほど。この番組って結構こうビジネスに興味あったり起業されてるとか経営に興味がある方とかも見てらっしゃるんで、そういった方たちに対して一言お願いしてもいいですか。なんて僕は多分何の能力もないって自分で思ってるんですよ。なんか何が自分の中で熱を持てるのか、うん、誰に何言われてもそれだけは御社に負けないです、あなたに負けないです、それが上場会社の社長だろうが誰も言えるっていうのがすごいいいと思っていて、それを僕は分け隔てなくやってきたんで、実績あるなしを置いといて自分が絶対にこれ人生かけてやるということを熱心に語るっていうことがすごい重要ですし、はい、それだけやってれば周りが大体助けてくれます。図に乗らなければ良してくれるし、はい、そうだったら気づいたらまあまあな立ち位置で障害されるようになるので、はい、そういった形で頑張っていただいたら、まあ、ほんまにね資金がないとか起業したことないとか起業が怖いとか言っててもなんないんで、まず行動してそういったところの立ち位置を狙っていくっていうのがうまく方法かなというふうに思います。じゃあ今日一日密着本当にありがとうございました。ありがとうございました。本当にお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございました。